はい、こんにちは。アズラアクアリウムの会です。ツイッターとブログで告知したんですけどね、この度は最終日の看板を下ろさせていただくということで、ね、それの補足説明と、まあ、あと今後についてもちょっといろいろ話したいですね。ちょっと長くなるんで、まあ、要所要所は見ていただけるようにちゃんとタイムスタンプをやるんで、もう結論から言うと、もう最終秒からは降りたり、まあまあ基本的にはブリード主体でやっていきたいなっていうことです。ただ業務的には全く全然変わらなくて、カゴも卸も即売会も今まで通りにちゃんとやるんですけど、まあ、メインは採集したやつを売っていくっていう感じじゃなくて、増やしたやつ、ブリードしたやつをリリースしていくっていう形になるんですね。まあ、それを、まあ、どこかで区切りつけないとダメっていうのもあるんですけど、やっぱりちゃんとね、自分で山入って撮ってる人たちも申し訳ないという部分、気持ちがあってね、やっぱりね、LA の長谷君とか、あとチームボルエンの岸さんとかね、であと田中さんもそうだし、こけしのグローブの優君とかもそうなんですけど、ちゃんと自力で山入ってね、撮ってる人たちも申し訳ないなっていう部分があったんでね。プロがね見たら分かるんですよね、これ自分でちゃんと撮ってるなっていうのと、まあ、村の人たちに集めさせて買い取りしてるなっていうのは、まあ、プロが見たらまあ大体分かるんでね。で、まあ、自分もねちょっともうこれからのこと考えると、もう山に入ってピクタムなんか特にそうなんですけども、ちょっとね難しくなって、体力的に難しいというのもあるんですが、あとちょっとコロナの影響がね、これからどん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 出てくるんで、もうちょっと自力で山入ることはできないし、難しいかなということで、まあ今回、まあ最終日の看板ですね。で、ただ仕事的には全く変わらないんでね、アズール便はアズール便としてね、即売会もちゃんと出ますし、カゴもリリースするし、卸もね変わらず出していくんですけど、まあまあもうほとんどブリードものが主体になるんでね。で、まあ今回ちょっとこの辺をちゃんとこう説明していこうかなと思いますね。去年のね4月と5月ぐらいに細菌性の肺炎にかかっちゃって、で、まあ、今のところはちゃんと治ったっていうあれなんですけど、やっぱり左の肺がね、フルで戻らない、息吸えないんですよね。だいたい8割ぐらいしか息吸えないんですよ。で、いや、左の肺が8割しか息吸えないんですけど、右の肺もねやっぱりつられてね、深呼吸ができないんです。で、日常生活は全然問題ないんですけど、やっぱりガイドさんと一緒に山歩いてるとね、もう本当についていけなくなってね。で、4月のアチェバラと行った時はもう完全にね、昔だったら全然問題なかったんですけど、もうもうついていけなくってね。で、最後ガイドさんにカメラだけ渡してね、もう写真とその現物は撮ってきてくださいお願いして、で、自分はもうその山道の途中でね、もうこのガイドさんが戻ってくるのを待ってたっていうのが、YouTube に上げたやつなんですけど、もうあの時からね、もう、もうこれちょっと遅かれ早かれ、まあもう厳しいかなっていうのがね、あったんですよ。で、あとちょっとまた、説明するんですけど、ちょっと今コロナでね、インドネシアすごい園芸ブームなんですよね。で、本当にちょっと地域差はあるんですけど、やっぱりピクタムがね
すごい菊田村ラッシュっていうぐらいすごいみんな急に一遍に飛び出してね。で以前だったら山の中で地元の人に会ってもね、まあ向こうも警戒するんですよね。お前ら何撮ってんだみたいな。で、まあ、うちらはまあちゃんとそういう時でもちゃんとカバンの中見てね、いやこういうのしか撮ってないよ、まあ、こんな感じでね、ピッタムとかね、ウセとかマロメナとかね見せてね。でやっぱり地元の人からすると果物、自分たち の, ね、山で収穫物って言ったら、まあ、大体果物なんで、果物とかあと、まあ、豆類とかがね、その山の中に生えてるとこあるんですけど、そういうのじゃなかったら以前は問題なかったんですよね。で今ちょっと園芸ブームで果物取ってた人とかはピッタムとかあとスマトラだとルトンダムであとジュエルオーキッドとかも本当にみんな一遍に採集し始めたので、やっぱり僕らがね外国人とか地域外の人が山に勝手に山に入ってね、でそういう現金化できる植物を取っちゃうとトラブルになるんですよね。でまあちょっとしばらくは採集自体控えるっていうのと、あとまあ山に入るにしてもね、地元のガイドさんつけないと、とてもじゃないけど入れないっていうか、まあ、地元のガイドさんももうはっきり言ってきてるんで、その行けるところと行けないところがある。やっぱりその山の中で明確に地元の人だと切り取りってあるんで、前はね、果物とかだけで問題なかったんですけど、今はもう本当に何とって もうトラブルになっちゃうから、本当に山一つ越えたらもう全然違う、まあ村の中なんですけど、親戚とかね、隣のおっちゃんの所有物とかになってね、なるんで、まあ、まあちょっとしばらくコロナが落ち着くまではちょっと難しいかなみたいな。ただ、ブセはね、自分で取るっていうか、基本的に山から下ろした分には寄生虫ついてないはずなんでね。で、ブセはね、多分まだちょっと何とも言えないんですけど、まあ、再開の条件が栽培地検査、ストック場とかナーセリーでもうバナナネモグリ線虫が出ませんっていう証明書をまあ、メダの検疫所に出してもらうんですけど、でうちねこんな感じでタイル張りでやってるんで、それは取りやすいんです。あとプラスアルファ1つ2つちょっと条件多分つけられると思うんで、やっぱりその時にねバナナネモグリ線虫が出ちゃうと非常にブセの再輸入が難しくなるんで、まあまあ、基本的にブセに関しては直接川に行って、で自分で取ったやつだけをもうメダンまで持って帰るっていう風にしないと、もう一回現地 のナーセリーとかにストックしたやつだとほぼ確実に線虫がついてきちゃうんで、ブセに関しては、まあ、自分自力採集が前提になるんですけど、まあ、スマタはもうほとんどもうちょっとしばらく山入るのはいろんな部分で難しいかなっていうのが、まあまあまあもういいかな。ね、2004年にタイのチェンマイから最初始めたんですけどね、まあ、最初の頃はもう何見てもすごい興奮してたしね。でやっぱりエリプチカの食い入り見つけた時とかニアスでねニルバースとかねエウレカもそうだしね、ドラフト4なんか見つけた時なんかやっぱりすごい興奮したの覚えてるんですけどね、やっぱりニアスがね最後かな、ニルバースとエウレカとドラフト4を見つけた時にもう本当にねもう心の底からドワーってねなったんですけどね、もうそれが最後でね、今もうまあ何見てもあーぐらいでね
か、あの感動が来ないというか、ね、まあ、油をね、まあ、ピッタンでね、あの多分フリーとかね、まあ、あのまあ夢語るんですけど、赤羽とかね、あの茶色系のピッタンって出てくるかなとは思うんですけどね。じゃあそれ実際見つけた時に自分が感動できるかどうかって言ったら、まあほぼほぼ無理なんでね、まあもういいか思って、まあ散々ね、いい草出会えて、でまあまあもう潮時かなっていう部分でね。で、あのきっかけはね、あのまあ、 あの去年の肺炎もそうなんですけどね、あの今年2月にカメラね、あの借りまんたんで、あのバイク乗ってる時に、あの犬よけようとしたらバーンってこけちゃってね、その時にあのカメラも壊れたんですけどね。でまあそろそろ新調しようかなと思って、ちょっといろいろ探ってたんですけど、あもう俺これカメラいらねえよなぁ、撮るもんがねないんですよね。結局アグラウネマはね、もうほとんどもう買い取りっていうか、ガイドさんが撮ったやつになるし、でブセもねちょっと行けないし、で行ってもね、ブセは本当に今どこ行ってもね、もう本当にあの見るも無残な、あの自生地しか残ってないんで、それにね一眼レフにいいレンズっているのかって言ったら、あいらねえよな。まあまあしばらく自生地は行くんですけど、これね、あのソニーのRX100 の M3 なんですけどね、これもね結構あのいい色出るしね、いい絵が出てくれる、あの、まあ、非常にいいカメラなんで、まあ、これでいいかなーって、ね、ただね、あの新しいカメラちょっとあの YouTube 用にね、ちょっとあの今あの Vlog 用の専用のカメラが出てるんで、でそれだとあのこういう感じでこう草の説明するときにパッとやったときにあのちゃんとピントが合うんで、ちょっとそれはちょっとカメラ1台と、あとジンバル、あの手ブレが出ないようなやつを撮って、でまあちょっと YouTube の方かな、動画をアップするのを頑張っていこうかなと思って、まああのとりあえずまあ最終日はやめるけど、まあ業務的には全く何にも変わんないというかね、まあただ自分の中での区切りっていうのとね、他のあのちゃんとしたね最終業者さんにね、申し訳ないっていうのがねあるんで、まあそういうわけでは、まあ引退はするけど、まあ何にも変わんないです、本当にあの1ミリも変わんないと思うんで、まあただまあいい機会かなっていうことで、ね、ちょっと長くはなったんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。